はい、こんにちは、サンゴです。今日はですね、もう料理も何にもしないです。紹介したいものがあって、今動画撮っております。概要欄に書いてあるんで、とっとと行きますけど、こちらです。クレープです。こちらはですね、銀の糸っていうお店のクレープになるんですけど、そちらを紹介していきたいなと思いまして、だらだら脳が切れてもしょうがないんで、食べてみましょうかね。おじさんがクレープを食べるっていう動画です。前代未聞なんじゃないかな。こんな感じですね。まあ、ちょっとね、小さめなんですけど、ちょうどいいっすよね。これが一つ200円なんで。で、味もたくさんありますんで、今日これイチゴ買いましたけど、いろんな味がありますんで、いくつかまとめて買っていけば、友達の家に遊びに行くときとかに何種類かこうバーって買って持っていけば、結構おしゃれなもの持ってきてくれたなっていう感じになると思いますんで、ほんとおすすめです。じゃあいただきます。いちごが出てきました。あ、なるほど、生クリームとカスタードクリーム入ってるタイプですね。うん、あ、いちごは1つが2つに切られて1個分入ってるっていう感じですね。うまい。サイズもね、ちょうどいい。サンゴ基本そんな甘いもの食べないんで、まあ、たまには食べますけど、ちょうどいい。サイズ感が本当に絶妙。なるほど、これはあれですね、いわゆるおもたせには本当最適だと思いますんで、これはいいな。より絶対、まあ、ちょっとあれな、ちょっと今のはちょっと消しとこう。本当いいっすね。これなんかおしゃれ感が半端ない。もう白金ゼかなみたいな感じになりますんで、まあ、白金ゼが何かちょっとわからないですけども、本当におすすめです。これちょっと概要欄にホームページなんかを貼っておきたいと思いますんで、ぜひですね、山梨県民の方、また山梨に来られた県外の方はですね、銀の糸さんのクレープ、ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。それでは、さよなら。おじさんがクレープを食べる動画でした。